高谷製鉄は、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会スポークスパーソン。東京都出身。慶応義塾大学在学中に、全国、大学選抜トライアスロンチームタイムトライアル選手、県で準優勝。2000年、ITU 世界デュアスロン選手権に、日本代表として出場。大学卒業後の2001年、株式会社、マッキャンエリクソンに入社。 2006年に渡米、シラキュース大学大学院ニューハウススクールで、パブリックリレーションズの修士号を取得。帰国後の2007年、IAAF 世界陸上大阪大会組織委員会、東京2016オリンピックパラリンピック招致委員会にて勤務。2010年、ITU 国際トライアスロン連合の広報に就任。2011年、 東京2020オリンピックパラリンピック招致委員会戦略広報部シニアディレクター代行に就任2014年1月東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会広報局広報部の戦略広報課長に就任2017年8月同組織委員会のスポークスパーソンに就任新型コロナウイルスの感染拡大に伴い2020年の オリンピック開催が延期され、翌年の開催についても危ぶまれていたが、高谷は2020年8月4日の会見で、IOC 会長も無観客は望んでいない、コロナの状況をしっかり見極めながら、来年の大会を開催していくために必要な対策をしっかり講じていくと意気込みを述べた。同年10月30日の会見でも、中止は一切検討されていない。 無観客も検討されていないと強調した。しかし、2021年7月8日に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の1と3県を無観客開催に決めると、9日には、北海道、10日には、福島県の無観客開催を決定した。高谷は、感染可能な競技を周知した直後に、このような連絡となり、特に、 チケットホルダーに対し申し訳ないと謝罪した。開閉式の制作メンバーに作曲家として名を連ねている小山田敬吾が過去に障害者に対する生産ないじめを行っていた問題について国内外から小山田を不適任とする批判が相次いでいる中、高谷は2021年7月19日の会見でご本人が発言について後悔して反省しておられる。現在は 高い倫理観を持って創作活動するクリエイターと考えているとして、小山田の留任を強調した。同日午前、官房長官の加藤勝信が、小山田の件について、組織で適切に対応をとっていくことが必要だと、会見していたが、高谷は、承知していないと回答した。この対応については、元大阪府知事の橋本徹も、苦言を呈するなど批判が強まったが、 同日夜に小山田本人が辞任を申し出たことにより騒動は収束へと至った。ありがとうございます。